皆さん、こんにちは。歌舞伎のみならず、ドラマや映画でも活躍している歌舞伎俳優の中村芝翫さん。そんな中村芝翫さんが不倫したというニュースが飛び込んできました。中村芝翫さんの不倫報道はなんと2年ぶり4度目のこと。今回は中村芝翫さんの不倫報道や妻、家族について、また過去の不倫についてもお話ししていきたいと思います。ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。まず中村芝翫さんについて簡単にご紹介していきたいと思います。名前、8代目中村芝翫、本名中村浩二、生年月日1965年8月31日、出生地東京都。幼少期からテレビなどにも出演し、歌舞伎界のみならず世間でも人気のある歌舞伎俳優です。父譲りの古風な顔立ちで立ち役を得意としており、近年では義太夫狂言にも積極的に取り組んでいます。歌舞伎一家に生まれ、父は7代目中村芝翫さん、兄は9代目中村福助さん、長子は日本舞踊家で中村流家元の2代目中村梅屋さん、次子の義江さんの夫が18代目中村勘三郎さんであり、義兄の勘三郎さんが主演を務めた国運歌舞伎でも多く出演しています。1970年5月国立劇場柳影沢の蛍火の吉松くんで、本名の中村浩二を名乗って初舞台を踏み、歌舞伎俳優としての道を歩み始めました。2011年10月に父、7代目中村芝翫さんが逝去したことを受けて、日本舞踊中村流の相談役に就任しています。また2016年10月2日に初日を迎えた歌舞伎座での芸術祭10月大歌舞伎にて8代目中村芝翫を襲名しました。プライベートでは女優の三田寛子さんと結婚されており、3人の息子に恵まれ、現在は息子たちもそれぞれ歌舞伎役者として活躍しています。4月2日に初日を迎える4月大歌舞伎の出演を控える中村芝翫さん、名門成駒屋の大黒柱としてドラマや映画にも出演する売れっ子歌舞伎俳優ですが、度重なる不倫で世間を騒がせてきました。ある歌舞伎関係者はこのように語ります。襲名直前の2016年に京都の人気芸妓との不倫を報じられ、会見では芝翫さんは不徳の致すところと8度繰り返して話題になりました。妻の三田さんは自宅前で真摯に取材に応じる神対応を見せましたが、2021年末にはアパレル関係の40代女性との不倫も報じられました。この40代女性が今回不倫を報じられた A さんだと言われています。2人の姿が捉えられたのは熱海に向かう道中だったようです。3月初旬の夜21時ごろ、別宅に泊まる愛車に中村芝翫さんと A さんが時間差で乗り込んだそうです。そのまま高速道路に乗ると車は猛スピードで熱海方面に向かったのだそう。制限速度 80km の2車線道路に入った数分後、車は警察に呼び止められました。この様子の目撃した人は、120km 近い速度で走っていた車の後ろでサイレン音が鳴り、覆面パトカーが後をゆっくりついてきてくださいと指示しました。車はパニックだったのか、警察の指示した位置よりも手前の非常駐車帯に車を止めてしまっていたと話していました。警察官とのやり取りを終えた後、車は女性が借りている熱海のマンションへ向かったそうです。二人は荷物を運び込み、そのまま部屋へと消えていきました。歌舞伎関係者はこう語ります。2022年春頃から芝翫さんは三田さんと息子たちが暮らす実家を離れ、都内の別宅で生活するようになりました。今は A さんとそこで同棲状態です。二人は2匹の猫を飼い始めて我が子のように可愛がっています。今年の2月 A さんは熱海のマンションの一室を借りて、最近は芝翫さんと頻繁にそちらに通っていると聞いています。流行る気持ちがスピード違反につながってしまったのでしょうか。中村芝翫さんの所属事務所に A さんとの関係と今回のスピード違反について聞くと、このように回答しました。プライベートについては本人に任せておりますが、当該女性に関しましては
友人の一人と聞いております。なおスピード違反に関しては、友人宅に向かう途中、一人で運転していた際にスピードを出しすぎたようで、本人も反省しております。あくまでも友人とのことですが、一人で運転していた際にとわざわざ強調しているのは、妻には知られたくない関係ではないのかと勘ぐってしまいますよね。中村芝翫さんは1991年に女優の三田寛子さんと結婚しています。三田寛子さんは1980年雑誌セブンティーンのモデルに合格、同年には CM 出演も果たし、1981年にはドラマ2年 B 組千八先生で女優としてデビューしました。1982年3月21日には南沙織さんや山口百恵さんなど300人余りのアイドルやアーティストを送り出した堺雅俊さんのプロデュースにて、かけてきた処女で歌手デビューも果たしています。テレビ番組笑っていいともないの、ひろこのお菓子大好きというコーナーで天然ボケなキャラクターで一躍ブレイクします。そんな二人が出会ったのは1988年の映画男はつらいよ虎次郎サラダ記念日の撮影中のことでした。三田さんが共演していた俳優尾身としのりさんの陣中見舞いに行った際、当時の橋之助さんと出会いました。前から三田さんの熱烈なファンだった橋之助さんは、三田さんに強烈にプロポーズ、雑誌の対談を申し込んだり、ドライブデートもしたそうです。初デートの時に車の中で橋之助さんは、カセットをかけてもいいですかと聞いたそうです。この問いかけに三田さんは、どんな曲を聴くのだろうと思って OK したところ、流れてきたのはなんと歌舞伎の演目でした。これには三田さんも驚いたそうですが、歌舞伎演目のテープを聴く姿に、なんて芸に熱心な人だろうという印象を持ち、その姿勢に惚れたそうです。このことから交際に発展、その直後の1991年6月に婚約発表し、同年11月28日に都内のホテルで盛大な結婚披露宴が開かれました。ウェディングケーキは80センチの3段重ねという立派なもので、三田さんの手作りだったのだそうです。世間からは祝福の声が上がる中、女優が歌舞伎役者の妻は務まらないという声もありましたが、三田さんは歌舞伎役者の妻としてごひいきさんとの対応やご挨拶など見事にこなしていきました。第一子を流産してしまう悲しい出来事がありましたが、その後は後継ぎとなる3人の男の子に恵まれ、長男は4代目橋之助さん、次男は3代目福之助さん、三男は4代目歌之助さんとして立派な歌舞伎役者に育っています。現在は梨園の妻業だけではなく、主婦タレント元アイドルとしてメディアにもたびたび出演しています。そんな芝翫さんに初めて女性問題が明らかになったのは、結婚15年目の2016年の時、8代目中村芝翫を襲名する直前のスキャンダルでした。お相手は30代で京都の花町ポント町の人気芸妓である市小夜さんです。浅草寺で行われた襲名披露のおねりを市小夜さんが見守っており、その日の夜に2人は密会をしていたそうです。また同じ週に中村芝翫さんが3回も市小夜さんが宿泊していたホテルを訪れていたそうです。この報道に対して中村芝翫さんは、妻からはきつくきつく叱られました、私の不徳の致すところですと謝罪しました。妻の三田さんは雨の中、自宅に詰めかけたマスコミに、七代目の父が雨男として有名でございまして、もっと気を引き締めて頑張らねばならんぞと見守ってくれている雨だと思っています、雨降って地固まるですねと神対応。さらに雨の中取材に来た記者に対して、ずぶ濡れになって気の毒ごめんなさいねと記者に気を使う場面も、三田さんの妻としての対応も大きな話題となりました。三田さんの神対応により芝翫さんも救われたのではないでしょうか。しかし芝翫さんに2度目の不倫報道が出たのです。お相手は東京で出会った32歳の FX トレーダーの女性でした。女優のアンジェリーナ・ジョリーさんに似ているのだそうです。
この女性は筋金入りの歌舞伎ファンで、芝さんとは10代の頃に知り合っていたそうです。中村芝さん自身の結婚記念日を含む3日間京都の高級ホテルで3連泊しており、携帯電話ショップでのデートも撮られています。この女性は芝さんに対してかなり貢いでいたようで、2016年芝さんが襲名披露を行った際には240万円もの楽屋用兄弟を送っていたそうです。またこの不倫相手にはパトロン的な年上の男性が存在していたそうです。ファンである女性からのプッシュから一線を越えてしまったのかもしれません。2度目の不倫だったためについに離婚なんて話も出回りましたが、深く夫婦で反省していますと芝さんは謝罪しました。三田さんも夫との離婚についてはないですと明るく否定しました。また三田さんは不倫を許す許さないとかそういう問題じゃないんですよね、家族の絆はそんなもんじゃないと思うのでと力強いコメントも残していました。三田さんの持ち前の明るさに芝さんはまたもや助けられました。そして今回の不倫報道、先述の通りお相手は都内在住の40代女性でアパレル関係の仕事をしている熊田陽子さん2の方なのだそうです。この女性とは共通の知人を通じて知り合い、この2年ほどで映画に行ったり食事をしたりと親密な関係になっていったようです。さらには同じホテルに宿泊していたことも過去に報じられています。南座での公演期間中、京都を訪れた A さんは芝さんと同じホテルの同じ階に宿泊。およそ1週間の滞在中、芝さんの公演終了後はほぼ連日ホテル内の鉄板焼き店で食事を共にしました。そして退店後、2人は時間差でそれぞれ7階の自室に戻り、夜更けに芝さんが A さんの部屋を訪ねるのがルーティンとなっていたそうです。この部屋への出入りについて芝さんは過去に、あの薬をちょっと頂戴してね、胃薬をほんのちょっと胃が悪かったからと発言されています。千秋楽となった2021年12月23日昼、 A さんはホテルをチェックアウトしました。しかし名残惜しかったのか、その直前まで芝さんは A さんの部屋で過ごしていたそうです。この日芝さんが南座で最後の舞台に臨む中、 A さんは市内でショッピングを楽しんだそうです。そして同日の17時過ぎ、舞台を終えた芝さんと A さんは市中で合流し、2人でタクシーに乗り込むと京都駅へ向かったのだそうです。今回は4度目の不倫報道である上、別居報道もされています。三田さんは妻としての仕事は襲名をきちっとさせること、客席を満員にすること、これが父親の遺言と言い続けています。続けて、私も主人も大人ですし、本当に主人は主人、私は私で、皆さんにご迷惑をかけないようにちゃんと仕事をさせていただこうという認識です。それ以上は本人に聞いていただいた方がいいと思いますと達観したコメントを出しています。2016年12月8日大阪 USJ で行われた襲名披露リボーンパレードの際、三田さんは夫婦仲は大丈夫ですからと記者に話しかけてきたのだそうです。3人のお子さんを立派に歌舞伎役者に育て上げ、成駒屋を支えてきたのは芝さんだけではなく、間違いなく三田さんのおかげでもあります。別居ということになると今後どんな影響が出るのか心配です。女遊びは芸の肥やしと歌舞伎俳優が下流界で芸妓さんを挙げて大騒ぎしたのはもう昔の話です。あくまで遊びや芸の肥やしということなら済まされることも、たびたび重なってしまったらさすがの三田さんも対応が難しくなってくるかもしれません。今回の不倫報道について芝さん側は否定していますが、報道された内容を見るとただの友人にしては親密すぎる気がします。中村芝さんについて、世間では妻や子供を大切にしないというイメージがついてしまったのではないでしょうか。しっかりと反省してご家族に対して真摯に対応してほしいですね。
今後にも注目していきたいです。いかがでしたか？今回は中村芝翫さんの不倫報道や妻、家族について、また過去の不倫についてお話ししていきました。最後までご視聴していただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。